ある日、やっぱ愛と平和が一番だよな。愛と平和といえば、あいつら最近どうしてんだ。ボンちゃんが気になったアーティストとは、スリーピースラバー。現在人気急上昇中の彼らが新曲ラブエボリューションをリリースした。素直に愛を楽曲をリリースしているスリーピースラバーズ。新曲ラブエボリューションは告白をフィーチャーし、伝えたいけど伝えられない切ない恋心を歌っているのだ。でもあいつらどのくらい恋愛のことわかってんだ。よし、あの人にお願いして調べてやるぜ。ということで今回は恋愛の達人としておなじみあのちょいワル親父に彼らの恋愛力を調べてもらうことに。その人物とは。どうもジローラモです。今回はジローラモのテクニックを恋愛心理カウンセラー日田信也さん協力のもとクイズにして出題。正解数の少ない方にはきつい罰ゲームも。まあ、というわけで今回は君たちが恋愛分かってるか分かってないか調べに来たんです。はい、大丈夫ですか。もちろん詳しい。あ、やっぱり経験があるから書けるんだ。まあそれは隼人君の方があると思うんで。あ、やばいやばい、はい、では早速クイズに行きましょう。第1問、じゃん。おっとりしていて優しそうな女性に対して、その女性がより嬉しい褒め言葉はどれ。 A 一緒にいると癒されるし安心できるね。 B 自分をしっかり持っていて芯が強いよね。 C 褒めない。一個怪しいのがあるよね。うん、きっかけ問題かなっていうふうにも。じゃあよろしいですか、答えに行きましょうか。はい、せーの。おー、佐々木君、なぜ A に。そうですね、やっぱり優しい雰囲気の女性だと思うんですよ。だからこれは A じゃないかなというふうに思ったんですけど。違うな。なんでよ。逆のしっかりしてそうだよねとか芯が強そうだよねって言われた方が褒められてる気分になるという。果たして正解は。答えは B です。イエーイ。嘘。イエーイ。嘘。なんでですか。解説しよう。誰しも見た目とは真逆の部分を必ず持っており、その部分を心理学的にはシャドウという。このシャドウの部分を褒められると見透かされたような気持ちになり感動を覚えるのだ。特に綺麗な女性がみんな綺麗綺麗綺麗と言うじゃないですか。はいはいはい、だから綺麗ということは当たり前です。逆にその綺麗な女性の裏のところを褒めるとその女性が来るんですね。あ、なんかすごい勉強になる。次の問題に行きましょう。はい、第2問です。はい、次回のデートの約束を取り付けるタイミングは次のうちどれ。 A 散歩をしている時、 B 食事中、 C 別れ際。いいですか。はい、せーの。 C。 おー、佐々木は C の別れ際、二階堂は A の散歩をしている時を選択。果たして正解は。実は答えは B です。食事中です。うわ、なんと2人とも不正解。実は食事が美味しい時、人は要求を受け入れやすい状態になるという。美味しい食事イコール美味しい要求という風に錯覚しやすくなるんだそうです。美味しいご飯食べて美味しいケーキ出た時に、違うレストランの中もっと美味しいチョコレートがあるよと言った瞬間にツリーと一緒にいい餌をつけてるから彼女はパクッと食べちゃうから。なんかいたらしい。現在のポイントは二階堂が1、佐々木はなんと0。おいおい、大丈夫か。このまま終わるのだけはやめてくれよ。次はラスト問題です。もうラストですか。そうです。え、よし、じゃあもう勝ち目ないじゃないですか。いやいや、そんなことないです。最後の問題は当たった人に3ポイントあげます。
っていうかやった。2ポイントでもいいですよ。ラスト質問です。はい、はい、いきます。告白するタイミングで一番ベストなのは次のうちどれ？ A. よく晴れた日の太陽の下で、 B. 夕日が見える場所で、 C. 夜景の見える場所で。いいですか？はい、せーの。 お C と B ですね。絶対 C と B です。なぜ C 選んだですか？いやでも普通に考えたら C ですよ。 C ですか、はい、まあ、こっちは普通に考えちゃったからもうこれは外れ。いや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 、だって最終問題で、はい、ジローラモさんがこんなベタな答えなわけがないじゃん。うわー、やっちゃったからこれ。そう、答えに行きましょうか。はい、答えは果たして栄光はどちらの手に？ C です。やったー、やったずるいよ。やったずるいよ。これだこんだけ引っ掛けておいて。人は午後2時くらいまでは理性で行動し、それ以降は徐々に感性で物事を判断するようになるという。言葉は感性を刺激する方が心に響きやすくなるのに加え、人は暗い方が暗示にかかりやすくなるため、好きかもしれないと思いやすくなるのだ。ということで佐々木君勝ちました。やったー、ありがとうございます。ありがとうございます。そして負けた人は罰ゲームということで、2回のは罰ゲーム。こちらの素敵な女性に本気で告白、しかし振られてビンタされちゃいました。俺は信じてる、愛は国境を越えるって。俺と付き合ってください。女心分かってないよな。知ってやっぱり佐々木君の勝ちでした。やったー。恥ずかしい。やるじゃん佐々木。二階堂も頑張れよ。何はともあれイケてる吸収。ありがとうスリーピースラバーズ。イケてるファンナンバー83、スリーピースラバーズ。ここでお知らせ。今回会場となったバズーズプレイスでは、期間限定でスリーピースラバーズとコラボしたオリジナルメニューが楽しめます。ぜひチェックしてくれ。ブレイクアウト祭り2012特別企画、祭りマニフェスト。この企画は出演アーティストにくじ引きをしてもらい、そこに書かれた無茶なお題をマニフェストとして実行。その様子を収めた VTR を会場で流し盛り上げてもらおうというもの。まず一発目のアーティストはブレイク。怖っ。彼らは一体どんなお題を引いてしまうのか。部屋を見せてください。ということでブリーズはお部屋公開に決定。祭りということで皆さんと楽しい時間を一緒に過ごしたいと思ってますので、ぜひ皆さん、お越しいただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。続いてはスリーピースラバー。怖いなこの企画。彼らに課されるお題は、おカメラに向かって愛の告白をしてください。ということでスリーピースラバーズは愛の告白に決定。前回以上の熱いステージにしたいと思いますので、ぜひ遊びに来てください。以上スリーピースラバーズでした。バイバイ。